今回も、福袋開封動画やっていきたいと思います。今回は、前回の動画で、福袋開封やったんですけど、その時に、軽く話したんですけど、越谷タックルアイランドさんの、バルケイン縛りの1万円の福袋になります。自分はそのバルケインさんの、ルアーを使うことが多いので、バルキャノンであったりハイバーストであったり、そこら辺を使うことが多いので、やはりね、バルケインさんの、ルアーを、ちょっと揃えたいなということで、ちょうど越谷タックルアイランドさんの、福袋にバルケイン縛りの1万円の福袋がありましたので、今回はその福袋について、開封していきたいと思います。まだこれに関しても、自分はまだ開けていませんので、皆さん、視聴していただく皆さんと一緒に、楽しみながら開封していければなと思います。ではでは、開けていきましょう。でね、これは発送されてくるタイプですね。赤坂釣具さんは取りに行くタイプなんですけども、予約は両方ネットでになるんですけど、発送されていくタイプになります。じゃあ、まずは、すごくいっぱい入ってるんですけど、一つずつ見ていきましょう。まずこれは、なんだ。リオラですね。見えてないか。バルケインさんのリオラ。これどこで使うんだっけ？水面ですね。表層かな？表層で使うクランクですね。高いですよね。これでも1300とか、基本的にクランクするので、嬉しいですね。自分、バルケインさんのクランクはなくて、なので、クランク欲しかったです。はい。まずは、リオラになります。どんどん行きましょう。終わらなそうだからね。はい、次、クーガナノですね。クーガナノ。これはどこで使うやつでしょうか。とにかくアピールが、クーガにもナノとかいろいろあって、その中で、ナノ、小さい方ですね。小さいと、投げやすいのかな。そこら辺はちょっとわかんないんですけど、重量は 1.9g の、まず空眼なのですね。はい。ボトム、この時期はボトムが結構釣れるので、個人的にはボトムのクランクとかヘイズとか、ヘイズは全面いけるので。はい。ライオームなの。ライオームはボトムだった記憶があります。バルキャノンを使って、ライオームを使って、その後、S から始まる、クランクを使っていくイメージです。これは、バイブレーション実現と書いてあって、メタルバイブとは異なった、アピール力があるということで、これ確かボトムなんで、デチマキって書いてありますね。ボトムで使います。これすごく欲しかったです。ライオームナノ。クランクがね、いっぱい入ってますね。で、次がクーガ HF。これは、ハイフロートモデルだそうです。これは水面下60センチまでのシャローレンジ攻略っぽいですね。なので、水面、表層に浮いてきたな、とかいう時に、これが使えるのかなと思います。色が違いますね。目の色とかで、シンキングとか、そういうのが分かったりするようです。次、クーガ。クーガ、いろいろありますね。先ほど話したの、クーガナノとクーガ HF。今回は、クーガの、タックルアイランドさんのオリジナルの色ですね。かつ、グローですね。グローは、とにかく効くときがあるので、オリジナルだし、すごいいいですね。クーガ、結局、表層の、なんて言うんだろう。表層60センチとかが、使えていくことになるのかなと思います。おそらくです。まだね、使ったことないものはちょっとよくわからないんですけど、でかい。シュバーンシャット。でかいですね。これは？表層から中層域攻略用のシャローシャット。だそうです。なんで、表層、中層、ボトム以外を狙うときには、これが使えるのかもしれないですね。3g で結構な大きさ、ミノーに近いのかなという感じのクランクですか。はい。よいしょ。どんどんいきます。
この時点で、まあ、例えば1300円ぐらいだとして、6個あるんで、もう7800円ぐらいになっていると思います。よいしょ。次は、クーガのタックルアイランドさんの、ん?これなんか、見覚えが、見覚えがある気がするグロー。ちょっと待って。これなんか、一緒?一緒な気がするね。まあ、まあ、なくした時用にってことかな?これ。はい。さっきと同じですね。これ、まあ、クランクってね、高いので結構なくせないなっていう感じがすると思うんですけど、まあ、これだったら、まあ、最悪なくしても大丈夫かなっていう感じ用に、僕初心者なんでね、そこに受けてね、なくしても大丈夫だよっていうことで送ってくれたのかな?これちょっと色違うのかな?よくね、見てみたいですけど、なんか一緒なような、一緒じゃない一緒じゃないですね。右側ちょっとラメが入ってますね。タックルアイランドさんのオリジナルだから、同じかなと思ったんですけど、右側見えます？ちょっとラメが入ってて、若干色がちょっと違うかなっていう感じですね。はい、はい、全く一緒ではありませんでした。はい、次。クーガの FMR。これはどこで使うんですかね。60から120の中層レンジですね。先ほどの、これ名前忘れちゃったんだけど。ああ、落ちちゃった。終盤シャットが、表層中層なので、まあ、これ使いつつ、中層狙うときは、クーガの FMR を使っていくっていうのも、うん、ありなのかなと思います。はい、どんどん行きましょう。次、クーガ、シンキングモデル。さっきのは、なんだ。さっきのは何だったんでしょうね。なんか、クーガがよく見ますけど、シンキングなので、ディープレンジも、ディープレンジも使えるってことですね。まあ、シンキングで、まあ、沈ませて、ディープレンジで、デッドスロー、まあ、ゆっくり巻いても使えるのかなっていう感じですね。シンキング、クーガのシンキングですね。クーガ推しですか?なんかクーガがもともと一番最初に作ったクランクだったのかな。よいしょ。シャインライド7。あ、これボトムです。これボトムです。まあ、ダートとかでも使えるし、ほら、ボトムパターンをって書いてある。これボトムですね。で、自分が欲しかったのが、ライオムとシャインライドだったので、まあ、ナノも、まあ、大して、変わんないんで、まあ、どっちか、ナノでもいいですし、シャインライドとライオム欲しかったので、これで、このライオムとシャインライドでボトムが、攻略できますね。これでバルキャノンと合わせて使って、バルキャノンの後、タイミング的に、そこら辺で使うと、非常にいいのかなと思います。手はね、次、クーガ。クーガ?また来たな、クーガ。シャローレンジですね。これも、まあ、先ほどと同じような感じですか。クーガ。ヘイズがいない。ヘイズはもう出てこないのか。あ、いた。よかった。ヘイズがいました。ヘイズがいた。よかった。ヘイズは、表層からまあ、ボトムまで行けるところがすごいいいのかなっていう、まあ、ミドルレンジからだと思いますね。なので、この2メートルまで潜るっていうのが良くて、巻いていくことによって、まあ、全域ですね。全域を比較的カバーできるということで、巻きながら、まあ、どこに魚がいるか、レンジを見つけられることができる。このヘイズ、すごいいいのかなと思います。個人的に、シャインライド、ライオーム、ヘイズが、欲しかったので、とにかくここはまず確実に嬉しいかなと思います。まあ全部嬉しいんですけどね。その中でもこの3つが嬉しい、特に嬉しいです。で、8、12個。もうこれで1万円超えてますね。確実に。すごいですね。まあ、体が今筋肉痛で、あれなんですけど、話変わるんですけど、昨日50センチの、マスを上げまして、まあ、50オーバーの、
あれ引きますね。すごい疲れました。ということで、ルアーケース。ルアーケースですね。このルアーケースは、どっちかって言ったら、クランクとか入れられるのかな？なんかこういうバルケニーさんの入れ物にね、なんかクランクを入れてるイメージがあるんですけど、これは何なのかな？ルアーケース F、バイオレット。まあ、クランク入るかな？わかんないですけど。まあ、ルアーケースが入ってました。で、次は、これ。タックルアイランドさんの、なんだ、これ。まあ、ルアーボレットですね。サイズが M ということで、結構大きめな気がします。こうやって見ると、こんな感じで、結構大きさがわかるかなと思いますね。これはなんだ、鍵みたいな。なんか、くくりつけるとか、そういった類なんでしょうね。はい、これが、ルアーウォレット。オリジナルですかね。はい。ルアーウォレット。いいですね。こんだけちょっとルアーがあるとね、しまうもの、ね、苦労しますのでね。ここに立てかけておきましょう。こう、綺麗に並べたのにちょっとぐちゃっちゃった。次は、もうクランクとか、そういう類は終わったんで、今からスプーンですね。こんなになんかいっぱいあります。僕はバルキャノンが好き、バルキャノンが好きなんで。でもなんか全体的に見ると、同じものが一個も入っていないっていう感じなので、一通り、一種類ずつ入っているのかなと思います。ということで、入ってました。バルキャノン。2.8g。バルキャノン 4.0。まあ場所によると思うんですけど、個人的には 4.0 より 2.8 が使いやすいので、まあ、2.8、とても嬉しいですね。これは、コバーメタル。メタル系ですか？自分は、グローとか、あとメタルじゃなくて、どっちかっていうと落ち着いた色をよく ボトムで使っているので、これは持ってなかったので嬉しいですね。ということで、どこに置いていこうか。これ見えないね。ちょっと待ってください。ここら辺に、ふいっと置いて、バルキャノンです。はい、次。ハイワーストの 0.8。結構落ち着いた色なので、冬的にはすごい使えるのかなと思います。ベージュ。ベージュ結構、多分クワス系の色はね、個人的には使いやすい。放流は 1.8 のハイバーのオレキン使ってたんですけど、ギガバーストのね、2.8 とか 3.2? 2.4 か。3.2 とか。そこら辺が欲しいなと思ってるんで、放流系の色来ないかなと思ってます。アサーバントスピア、結構最近かな？ 1.1 の、タックルアイランドさんのオリジナル系ですね。これは、なんていうか、ちょっとオレンジが入ってるんだけど、だけども結構クワス系なのかな？煮卵面白いですね。煮卵のサーバントスピア。はい、入ってました。で、次が、ハイバの 1.3 ですね。オレンジ、あ、じゃあ、ブルーのラメかな。これもタックルアイランドさんの、オリジナルになってます。名前面白いかな。ブルー871でしたね。結構普通でしたね。煮卵から来て、普通だったと。はい、これも、ハイバの 1.8g。ん？ 1.3g。ごめんなさい。あ、マークシグマ。マークシグマね、この形がね、結構独特な感じがしますよね。さっきのハイバと比べると結構独特な感じがします。で、これはどっちかっていうとどこなの、ボトムなのかな、まあちょっとわからないですが、まあ確か特徴的な、なんかに使う気がした。忘れました。はい、なんかすごいの来たぞ。アストラの 3.2g。これもタックルアイランドさんのオリジナル。金と、後ろは年滅なのこれ。へぇー。これ放流で使えるかな、金だから。放流、わかんない。でもこれ、まあ、ボトム、うん、難しいね。ボトムだったら、まあ、重ければ、ズル引きとかできるんで。ちょっとわかんないですけど、アストラルの 3.2g。
サークル。これボトムですね。サークル 2.8g。緑金を使ってたりするんですけど。これも後ろ何いるこれ。後ろは、金ですね。オレンジ金。あ、俺金だ。サークルで放流直後って、どうなんだろう。ボトムだもんね。やっぱボトムから巻き上げ使うから、やってみたら面白そうか。2.8 で重いので、サークルでやってみても、面白いかもしれないですね。ギガバースト。と、食わせ系でしたね。あ、でもまあ 2.0 なので、ちょうどいいか。3.2 ぐらいのギガバーストのオレキンを期待してるんですけど、これ 2.0 なので、いいのかなと思います。まあ、ちょっとね、活性が下がってきたかなっていう時に、食わせ系。食わせ系色、意外にかかりますよね。で、今度が、シャイラ。シャイラも、どっちかっていうと、食わせ系の色ですか？食わせ系の色はね、個人的にはね、重宝してるので、ブラウン。結構使えるのかなと思います。シャイラン使うタイミングは、今のとこわかんないですけど、まあ、1.8g で結構投げやすい感じなのかなと思います。ハイバの、ハイバーストクロス？ハイバーストクロスです。はい。ちょっとわかんないですね。なんでしょう。銀、銀、銀。グレンデシークレット。へぇ、2点。特化した状況を、新スペックハイバーストクロス。へぇ、ちょっと初めて見ましたね。あ、皆さんは見たことあるかもしれないです。個人的に、ハイバーストクロス、へぇ、知りませんでした。まあ、銀なので、まあ、放流でも使えなくはないかなと思います。はい。はい、こんな感じでしたね。まあ、一応これ、最初にも言いましたけど、1万円の福袋だということをね、お忘れなきように。1万円の福袋でこんだけ入ってるっていうのは、かなり、相当、いいのかなと思います。で、初心者にとってはね、持ってないものが、かなりクラックとかはね、なかなか手出しづらいので、高いので、まあ、こういう時に、こんなにね、まあ、それぞれちゃんと一種類ずつ入ってて、まあ、非常にね、素晴らしい福袋だったのかなと思います。今回、まあ、前作の動画に引き続き、素晴らしい、福袋を、購入できたのかなと思います。また来年もタイミングがあればね、買っていきたいなと思います。個人的には推しはね、バルキャノンとライオンナノとシャインライドナノです。はい。ボトムですね。ボトム攻略は非常に自分初心者ですけど、ボトム攻略だと爆調するパターンがあったりするので、個人的にはすごいいいのかなと思いますので、皆さんも、始めてみようと思った方はね、ボトムを攻略すれば、この時期は比較的釣れるし、坊主も避けられますので。まあなんか困ったらヘイズ投げておけば、表層からボトムまで、巻いていけばね、なんかかかったりするので。そういった意味でいろいろ、まあ、楽しみがある福袋になったのかなと思います。サークルもオレキンですしね。まあ、色はその時によって、人によって違うんでしょうけど、まあ、オレキンが来たのは結構当たりだったのかなと思います。また、クワサキのオリーブ系ですね。そういった色も非常に良かったのかなと思います。まあ、この動画が参考になったという方でね、ああ、すごい福袋だと思った方はね、ぜひ、チャンネル登録、高評価などもしていただけたらなと思います。タイミングがあれば、釣りの動画も上げていきたいなと思いますので、もしよかったら、引き続き応援していただけると、幸いです。ではでは、ここら辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。